こんにちは、ワープ神奈川です。私は神奈川県議会議員の永田平次です。はい、今日はですね、6月の19日なんですが、緊急に、ワープ神奈川収録をしております。で、緊急なのでいつもお手伝いをいただいているあかりちゃん、今日はちょっと都合がつかないということで私一人でお送りしたいというふうに思います。なんで、緊急に、収録かと言いますと、皆さんご存知、報道なんかでね流れておりますから、ご存知と思いますけども、この東京では緊急事態宣言、そして、我が神奈川県ではまん延防止等重点措置という、体制がですね、コロナ対策で取られていたわけでありまして、一応明日の6月の20日が一つの区切りとなっていたんですが、さらに、3週間延長するということになりました。神奈川県においては引き続き、まん延防止等重点措置、7月の11日まで続くということなんですが、単純に継続するということではなく、いくつか何点か変更点があるので、ここで、お送りしようということで、収録をしているわけなんですけども、まずですね、我が茅ヶ崎市がどうなるんだという点なんですけども、茅ヶ崎市においては措置区域から外れます。今回の6月21日以降は茅ヶ崎市は措置区域から外れるということになります。で、全体的な話で言うと、その措置区域に、対象となるのが、横浜市、川崎市、相模原市と座間市、厚木市、小田原市、この6市が引き続き、措置区域に、の対象ということになります。なんですけども、それぞれ、変わってくるところがありまして、例えば、代表的なところで言うと、飲食店の対応ですね、どういうふうになっていくのかということなんですけども、まず措置区域において、アルコールの飲食店での提供が緩和されまして、措置区域においては、午前5時から午後8時まで営業は OK、 ただし お酒の提供は午前11時から午後7時までっていう形になります。それと滞在時間というものが今回新しく要請がありまして、90分以内の飲食店滞在にしてねということになってます。それと4人以内での、4人以内ですね、食事してくださいっていうことですね。それとですね、皆さん目にしたことあるかなと思いますけど、感染防止対策取組書、そのお店がいろいろしっかり、換気をやってます、消毒やってます、アクリル板入れてますよっていうような感染防止対策をしまして、そして、それをですね、証明する神奈川県が発行する感染防止対策取組書、この取組書を出しているところが、営業していいですよということですし、県民の皆さんも、そういう取組書が出ているところを利用してくださいねっていう要請が出てます。で、その取組書にQR コードがついてまして、その QR コードを読み取ることで、いろいろこう感染が、例えばクラスターが出たという時に、追っかけたりとかするので、その QR コードを読み込んでね、で飲食店の方も読み込んでくださいねってお願いをするという形になるわけなんですよね。で、茅ヶ崎はその措置区域に入ってないので、時間がちょっと違いますけども、夜9時まで営業していいですよと。で、お酒の提供は午後8時まで。
っていうところが、若干違いまして、で基本的にそこの1時間の差がある程度で、今回は措置区域とそれ以外の、措置区域以外の地域あんまり差はないのかなっていう感じですね。それとですね、引き続き時短要請、飲食店に対して時短要請出てますから、協力金は継続するという形になります。引き続き売上高に応じた形ということですね。で、映画館なんかですね、そういうイベント施設は、上限がですね5000人かつ、収容率に関して声を出さないようなところは 100% でいいですよと。ただ歓声が予想されるところは、50% 以内と。これを両方満たす形で、OK ということですね。だからなんか、以前映画館がダメだよっていうのはちょっとおかしいんじゃないかっていうような議論もあったんですが、今回、映画館は、まあ、映画館で歓声はほぼ出ないから 100% でいいのかなっていう感じですよね。はい、ということで、マンボウの延長だけど茅ヶ崎市は措置区域から外れましたよということをお届けしました。で、それと合わせてなんですけども、やっぱりこのコロナ対策においてね、やっぱりこうゲームチェンジャー、最近ね、ゲームチェンジャーなんていう言い方もするけども、この局面を変えるのはワクチンだろうということで、このワクチンの接種の普及、それからその効果、非常にね、期待するところなんだけども、今どんな状況かっていうとね、医療従事者の方々はかなりのもう 80% 90% ぐらいで、接種終わっているというふうに聞いております。それとですね、高齢者ですね、65歳以上の方どうなってるのっていう話なんですけども、これは市町村が担っておりまして、市町村ごとに、ちょっと状況がいろいろ違ったりします。で、茅ヶ崎市どうなのかっていうと、ほんのちょっと前はすごくキャパがちっちゃくてですね、菅総理が高齢者は7月中に終わらせると言ったものの、全然スタート時点では間に合わなくて、これはもしかすると8月に入るどころか9月になっちゃうんじゃないかとか、10月になっちゃうんじゃないか、そんな状況が確かにあったんですが、茅ヶ崎市がですね、ここに来て非常にピッチを上げてきました。その接種体制に関して、文化会館で集団接種やってきたんだけども、これも毎日、やるようになりましたし、新たに、コミュニティホールでもやるということで、それから地元の企業のアルバックさんが協力してくれた、それに、打ち手の協力ということで、ふれあいグループさんが協力してくれたということで、そこで職員の方の職域接種と合わせて、市内の方を対象にする、集団接種もやってくださるということで、非常に当初スタートした頃の5倍ぐらいのキャパを増やしましたので、これうまくすると7月中に終わるかもしれないと。まあ希望する方ですよね。希望しない方もいらっしゃるから、全員っていうわけにいかないんだけど、希望する方の接種を終わることができそうなところまで来たということで、まあこれは本当に喜ばしい状況だというふうに思います。で、その後はですね、60歳から64歳の方々に対して、6月の末、もしくは7月の頭あたりから、接種券が発送される運びとなっていて、その下ですね、59歳以下の方々に対しても、その後順次発送されるというふうに思いますので、お待ちをいただければというふうに思います。で、ワクチンですね、若干心配される方もいるのも確かで、何事もリスクはゼロであるというふうには言えないんだけども、まあ、リスクに対する、まあ、ベネフィットって言い方もしますけども、まあ、得られるもの
を天秤にかけた場合は、私としては接種することをお勧めしますし、私自身もですね、自分の順番が来たら速やかに、接種打つつもりでいます、打とうと思っています。ということで、緊急に収録してですね、あかりちゃんファンの皆様には申し訳ないんですけども、今日は、はい、一人で、長門照治パープ神奈川お送りいたしました。マンボウの延長、合わせて、ワクチンの接種状況についてお届けしました。また何かあれば機動的にお送りしたいというふうに思います。それではまた見てください。さよなら。